佐藤愛は日本の女性シンガーソングライター。埼玉県出身、血液型 B 型。幼少からエレクトーンを始める。学生時代にクラリネット、トロンボーンをそれぞれ3年間習得。同時期、ヤマハメグロセンターエレクトーンポピュラーコースに在籍し、ヤマハが主催する様々なコンクールに出場。高校卒業後、作詞、作曲を始め、 2006年から青い名義でシンガーソングライターとしての活動を開始。自主制作 CD を2枚発表した後、サウンドプロデューサーの荒木類と共に制作したアルバムワープにてインディーズレーベルより CD デビュー。2007年9月、坂本隆一のラジオ番組、ラジオ坂本にて同時にピックアップされる。リリースに伴い T42 レコーズエビステまた、 東京都、神奈川県を中心としたタリーズコーヒーにて、インストアイベントを行った。日本放送、スオーノドルチェ、三菱電線工業コンサートに出演。2011年本名である佐藤愛へ改名。佐藤愛として、初のミニアルバム、空っぽの世界を、インディーズレーベルノーチラスレコーズよりリリース。2012年10月、音楽制作チームはよりを結成。 同年12月24日、アヨリー名義で、クリスマス限定シングル、シンガーソングウィンターをリリースし、反響を呼ぶ。ミニアルバム空っぽの世界、マキシシングルマチカドアンブレラ DVD、オイングインディーズのヘソレーレサンアルバムワープ、ミニアルバムミラージュブルー、マキシシングルシンガーソングウィンター。ありがとうございます。